明治カカオポリフェノール。カカオポリフェノールとはほほう。大切な人の健康を考えて送りませんか。カカオポリフェノールに決めたのです。決めたのです。カカオポリフェノールたっぷりのチョコに願いを込めて。お父さん健康でいて。父の日には健康を考えるチョコを贈ろう。明治チョコレート効果。大切な人の健康を考えて。よう。よう。カットピー。送りませんか。はい。健康でいてほしい。よう。はい。可愛いカットありがとうございました。ありがとうございました。チョコレート効果の CM はいつもちょっと不思議な世界観なんですけど、今回はあの大きなプレゼント箱の中から登場するというカットもあって、なんかこう漫画というかアニメというかそういうイラストの世界に入ったような感じがして面白かったです。健康を考えるチョコを贈ろうというのが大きなテーマですね。家族だったりとか、大切な人にこうずっと健康でいてほしいという思いを込めてチョコレートを贈るっていう、そういうテーマになってますので、新しいこう贈り物というかそういうのが生まれるんじゃないかなと思います。自分ではなかなかいいなと思っても買わないだろうなって思うもの、人からもらって嬉しいものを選ぶようにしてます。でも人によりますけど、もちろん相手のことを考えてあの選んでるではあるので、それプラスこう自分で買うよりはやっぱ贈り物だから人にもらうと嬉しいものを自分だと何かなって考えたりもしますし、喜んでくれるんじゃないかなって考えながら選んでます。今この今カメラの向こう側にいるスタッフの皆さんのような優しい眼差しです。それが欲しいです、ずっと。皆さんこんにちは、新垣結衣です。チョコレート効果はカカオポリフェノールたっぷりの健康を考えるチョコです。大切な人に日頃の感謝を込めてチョコレート効果を送ってみてはいかがでしょうか。私が大きな箱に入っている面白い CM になっていると思いますので、ぜひご覧ください。新垣結衣でした。